日差しも出てきました。まだ灰色の雲が上空は覆っているんですが、その隙間から太陽が顔を覗かせて、わずかに昨日までと比べればわずかな日差しなんですが体に降り注いできています。男子420は第一マーク開港に向かっています。カメラは先に第二マークに回りまして、二つ目のマーク開港の順位をお伝えします。現在選手たちが第2マークを回りまして、これから第3マークに向かうところです。カメラの正面には第3マークがあります。男子420は昨日までのトップが光、2位が清風、3位が霞ヶ浦となっています。今1チーム2位以下をだいたい 5、60メートル離しています。さあ第3マークの横に来ています。ずいぶん日差しが強くなってきました。肌に当たる日差し、痛く感じます。風も朝に比べてずいぶん吹いてきたこの若浦、7メーターの風が吹いています。風向は先ほどは北西でした。さあこのマーク2つあるんですが、どちらを回っても構いません。
このマークを回ると選手たちは再び画面の奥、沖に出まして第2マークをもう一度回ります。そしてまたこちらに手前側に戻ってきて抜ければ最後のフィニッシュラインに向かっていきます。これから第3マークの開口です。徐々にヨットが大きくなってきます。一番最初に大きくなってきたのはセールナンバー54938、地元和歌山の紅葉です。紅葉がまず大きくなってきました。男子420第5レース第3マークの開口、紅葉の後熊本の宇都がいる。そして慶応義塾です。慶応義塾もいます。その前に清風、大阪の清風もいた。まずは紅葉、第3マークトップで開口。そして2位は宇都、3位が清風。2位宇都、3位清風、そして光が4位か5位か。霞ヶ浦と光が4位争い、2位が宇都、3位が清風。昨日までの総合順位トップの光、そして3位の霞ヶ浦、2位の清風、やはり上位につけています。ほぼ同時、霞ヶ浦と光ほぼ同時、4位でマーク開口。そして6位のチームは日南新特化、中村山陽か。昨日までの総合順位トップの3チーム、3位から5位の間に通過していきました。日南新徳が6位、中村山陽が7位、8位は西南学院、9位慶応義塾、10位青森工業、11位高松工芸、12位知念、13位和歌山工業、14位碧南、15位奥、16位が熱海、17位ゼゼほぼ同時、18位宮古、19位博井工業、20位で稲毛、同時に21位で磯部、22位で津工業、23位成功、24位鹿児島商業、25位小樽水産、26位米子高専、27位宮古商業、28位新湊、29位別府商成、30位碧南工業、31位高松商業、32位逗子海星、33位関東学院、34位仙台第二、34位の仙台第二まで、これでマーク開口、第3マーク開口を終えた男子420。
トップは和歌山の紅葉です。そして昨日までの総合順位トップ3のチームは3位から5位の間にマークを回っていきました。男子420の第3マーク開講をお伝えしました。今向かっている方角だとまた灰色の雲がほとんど上空を覆っているのでまた日差しはなくなっていますが、今第3マーク開講をお伝えしていた上空は薄い水色の空も見えてきています。雨が降るかもしれないと予測されていましたがどうでしょうか。非常に海での雨は体が冷えるということでレインコートなど持っている方は雨が降りましたら身につけてください。現在は男子の420と男子 FJ のレースが行われています。では男子の FJ の第2マーク開講です。男子 FJ は昨日まで総合順位が清風、日南新徳、中村山陽の順番でした。
右側からセールナンバー1711、セールナンバー1711